ゆっくりね、連動させてみてください。肩の動きと腹背筋の同時制御を連動させてみてください。力の問題だということがお分かりいただいたと思います。自分で稽古するときは腹筋を起こして体を上げて、その時に腹筋背筋使うことを確認できる、上や後肩棒を下に下げる力を揉むときにこことここを使うということが、体感できる。逆腹式呼吸するときに引っ込まして吐くときに膨らますということで、再現できるということも体感していただきました。相対動作になって相手の手を借りるときは自分がまず離れるっていう段階、そして相手を押すっていう段階で、自分と相手が同じずつ離れる、まあ、反作用でそこから離れる状態は、自分の肩甲骨を要は出してしもて腕の力に頼らないっていうことを結構するためだけにあるんで、肩甲骨なんてね別に外れてなくてもいいんですよ。手さえ使わなかったらたまたま肩甲骨がはまっていってしまうとこういう力を使いたくなるので使われへんようにしといて他を使うという練習をしたらいいんです。で4番目の困難なんて全然肩甲骨ほんまいてますもんね、ここに自分の制御してるところにいてますもんね、別に外れてなくてもどこでもできるわけです、だから肩甲骨に頼らないで、実際は今のにもこうやって肩甲に置いたまま自分は手こんなとか線でもこの位置でも何でもできるんです。それをやろうと思うと最初はどうしてもこれをこう押さえつけようとしてしまうので、これ手の力で受けられるんですけども、それをできへんようにするために困難したりね、困難したりするわけです。で要はこことここの使い方をちょっと覚えておいてください。それでは次、重心の問題いきます。頭はね、ちょっとこう首の上に折るんでなかなかこう、引っ付け合うことってできないんですけども、こう胸の重心っていうのはつながり合いますので、肩と手出してもらって、僕は S 字にしてもらって、あえて S 字にしてもらって、まずは自分がここをへっこめてここにぶら下がるんです。よく下がる。これでお互いぶら下がりました。で、いっぺん抜きます。自分がへっこめてここにぶら下がります。よいしょ。それでお互いが今ぶら下がりやった状態です。はい、両方の反対にね、いきましょう。自分がへっこめてここにぶら下がります。これはへっこめた胸を戻すだけですね。これは今上から見て S です。これは横から見て S ですけど、これも一緒です。これぶら下がるだけです。これ下の手でも一緒です。横から見て S になってるから、自分がへっこめてここにぶら下がるんです。一緒ですね。
上から見た S の方が簡単なので自分が引っ止めてここにプラスありますってくれる人がおれへんかったらこういうんですよ、持っといてもらって受け取ってくれる人がおったらあのこんなんいらないんですけどね、分からへんってなったらこれでいいです。何の形はないですよ、ここへっこめてこうつながるだけです。受け身の人にはすぐお金を渡しましょう下から見たら金で買収する超えていきますね。で、ちょっと S にしましょう。で、今度は仙骨を抜いた状態でこのまま仙骨にぶら下がります。仙骨抜いた状況から仙骨にぶら下がります。反省度がね、高かろう。